この動画では文京区内で転居される方の手続きについてご説明いたします。まず区役所へ足をお運びになる前に届け出に必要な持ち物をご確認ください。1. 窓口にお越しになる方の本人確認書類。 2. 外国籍の方は在留カードまたは特別永住者証明書もお持ちください。3. マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードお持ちの方のみで構いません。 4. 国民健康保険証こちらもお持ちの方のみで構いません。また本人確認書類につきましては1点の提示で確認できるものと2点の提示が必要なものがあります。詳細は区ホームページ手続き暮らし窓口のご案内本人確認を実施していますのページでご確認いただくか戸籍住民課まで直接お電話ください。お持ちになっていただく書類は以上です。改めてご確認ください。またトップページ戸籍住民課混雑状況マイナンバーカード関連窓口情報案内で現在の窓口の状況をご確認いただけます。ご参考になさってください。文京シビックセンターに着いたら戸籍住民課のある2階へお越しください。こんにちは。本日はどういったご用件でしょうか。案内係が常駐していますので希望する手続きをお伝えください。そうしましたらそちらの見本を参考に住民移動届書をご記入ください。はい、わかりました。まず住民移動届書に必要事項を記入していただきます。机の上の見本を参考にしながら記入してください。住民移動届書の様式および記入見本はホームページからもご利用いただけます。混雑緩和のためご自宅でのご記入にご協力をお願いいたします。その後発券機で番号札をお取りください。番号札をお取りになられたら席でお待ちください。手続きの内容によってお呼び出しの順番が前後することがございますのでご了承ください。この時番号札に印刷されている QR コードを読み取り携帯スマートフォンのアドレスを登録しておくと受付が近づいた時メールでお知らせが届きます。設定していただくと待ち時間を自由に過ごすことができますので大変便利です。順番が来たら待合場所にあるモニターに番号が表示されます。呼び出しがありましたら窓口へお越しください。窓口では先ほど記入していただいた住民移動届書とお持ちいただいた本人確認書類などを提出してください。この時地図上で転居される住所の確認をさせていただきます。合わせて新住所記載の住民票の写し、印鑑登録証明書を請求する場合、受付完了から書類をお渡しするまでしばらくお時間をいただきますので、あらかじめご了承ください。戸籍住民課での手続きは以上です。国民健康保険に加入しているんですが、それではシビックセンター11階の国保年金課でお手続きをお願いいたします。その他のお手続きを希望される方は、窓口で担当課のご案内をさせていただきます。最後に、転居手続きの際、改めてご確認いただきたいポイントです。届出に必要な持ち物を一つでもお忘れになると、せっかくお待ちいただいても手続きができないことがありますので、持ち物は区ホームページなどでよくご確認の上お越しください。また窓口が混み合うことがございます。区ホームページの戸籍住民課窓口混雑状況をぜひご活用ください。
文京区手続き動画転居編は以上になります。ご不明な点がありましたら、区役所戸籍住民課住民記録係、電話 5803-1177 までお電話ください。最後までご視聴いただきありがとうございました。